仕掛けるタイミングだったりするのはいいのは分かるんですけども、うん、あとは周りがどう生かすかですね。シンプルに狙われてるところに行くんじゃなくて、はい、まず赤崎くんじゃなくて最後のところで赤崎くんにやってもらえるようなプレースタイルができるようになると佐賀東の本来かなと思うんですけどもね。なるほど。星稜高校の川崎守監督も同じようなことを話していました。赤崎を生かす選手から赤崎にボールを入れないことに集中したいと、はい、それがこの星稜高校前半はよくできているということですね。そうですね。星稜の方は本当にこの出足がいいですから、はい、こういったところで先手先手取ってますね。ここもチャンスになります。このスルーパスは10番の山崎には通りません。まあ、こういったところでいい位置で、はい、普段では取られてないような位置で佐賀東は多分取られてるんですよ。ということで攻守入れ替わった時の出足が早いんで、はい、数的優位が生まれてるんですね、星稜の方に。だからそれで後手後手回って攻め込まれてるっていう形ですから、本来のスタイルで佐賀東はできてないですね。なるほど。両チームともに質の高いパスサッカーを目指してチームを作ってきたこの石川県代表の星稜高校、そして佐賀県代表の佐賀東高校、前半を見ていますと中盤を支配しているのは小倉さん、やはり星稜高校なんですね。さあこのサイドから14番の山川、ドリブルで突破、中央10番の山崎のシュート、ゴールマウスの左。やはり星稜高校サイドからの攻撃、この辺りも見えてきますね。そうですね。サイド生かしているのは星稜高校の方、いや14番の山川君ナイスドリブルでしたね。はい、これが星稜高校前半なんと10本目のシュートです。胸でトラップ、7番の木村、ようやく左サイドバックの12番の松山ボールを触りました。24番中原、1点ビハインドの佐賀東高校、ここは7番の黒川に3人の選手、さあこれは抜いていった、チャンスになるか。後半10番の赤崎、ラストパスを出してからシュートを打つか、抜いていって左のシュート、10番の赤崎のシュート。いや、ようやくここで赤崎がボールを持つことができました。小倉さん、ゴール前で落ち着いてますね。いろんなこう相手が来て前にこぼれてきた状態でも落ち着いて自分のシュートレンジというかイメージ持ってますね。はい、ペナルティーエリアの少し外側、2人の選手をかわして左足のシュート、前にボールを出していきます。我慢の時間帯の佐賀東高校前半、そして1点を先制した石川県代表の星稜高校。星稜高校にとっては大事にしたい前半で1点を先制しました。佐賀東高校は前半の2分に1点を奪われましたが、なんとかゴールキーパー有馬の好セーブ、そしてディフェンス陣も頑張りました。ここまで1点。さあシュートを打てるか、14番の山川。前半40分を回っています。ロスタイムは1分です。小倉さん、このコーナーキックは星稜高校は大事にしたいコーナーキック、はい、佐賀東高校にとってはどうなんでしょうか。これは何としても防ぎたいですね。追加点はこの時間帯では精神的に起きますから、はい、ここはしっかり守りたいですね。ここで防ぐと後半にもつながってくる佐賀東と言っていいでしょうか。そうですね。さあロスタイムのコーナーキック、蹴るのはゲームキャプテンの八木沼。高いボール、ゴールキーパー有馬が出ます。なんとかこの最後のコーナーキック、佐賀東高校守ることができました。前半は1対0、星稜高校がここまで1点をリードしています。前半2分にコーナーキックが直接決まりました。8番のゲームキャプテンの八木沼の得点で1対0、今前半終了です。選手権全国大会の1回戦、星稜高校が佐賀東高校を1点リードしています。この放送は民間放送43社の共同制作で千葉県市原臨海競技場からお送りしています。